久保さん、久保さん、利権系多いっすね。<laughs> また利権を掴むんですかね。はい、合宿終わりましたよ。ね、ちょっとびっくりしたのが、なんと3年前にドリアガに入ってたっていうね。で、結局なんか、いろいろと、あの、あの、さまよってたらしいですね。簡単に儲かる方法を買いまくってたらしいですよ。90万ぐらい。 買ったって言ってましたね。で、最終的に、コンテンツビジネスだと。で、今日に至ると。まあ、終わりましたけど、合宿は。まあ、ちょっとか、衝撃的でしたね。いや、その90万俺にくれよって言いましたけどね <laughs>。その90万、いや、その90万僕にくださいよ、みたいなね <laughs>。吉谷、お値段以上吉谷やってるよっていうのいいんですけど、まあ、今回のテーマは、あの、なんだろうな。 簡単に儲かる、なんちゃらにしましょうか。はい。まあ結論ですね、簡単には儲けられないですよ。で、簡単っていうのは、どこを、誰がどのよだ、どの立ち位置なんかですね。例えば、車簡単に運転できるよ。って言える人って、まあ世の中にいると思うんですよね。何、車簡単じゃんみたいな。じゃあその簡単って言ってる人は、 ま簡単じゃないですか。その事実は事実簡単ですよね <laughs>。どうすか車簡単に入れられませんバック車庫、車庫入れ簡単だよっていう人もいれば難しいよっていう人もいるじゃないですか。でもその簡単っていうのは事実じゃないですか。だけどある人にとっては難しいんですよね。まあ、何が言いたいかっていうと、簡単に儲かる方法ってある人にとっては簡単だし、ある人にとっては難しいってことですよ。うん。じゃあ簡単にする方法があるとするならば、 徹底的にやるだけですよ。うん。簡単にするっていう。だから動画を撮影するなんかは、久保さんと僕、簡単を通り越して、空気ですね、もはや。空気。<laughs> ね。久保さんどうすかもはや空気レベルじゃないですか、動画を撮るって。簡単とかじゃないですよね、もはや。<laughs> まあ、あの、食事みたいな感じですよね。ご飯。ご飯を食べるの簡単じゃない、みたいなね。でもある人にとっては、例えば、 えなんだ脊髄を行かれてなんか身動きが取れない人にとっては食べ物を食べるっていうことは難しくなっちゃったりするわけじゃないですかだから何だろうな、まあ、のあのどのポジショニングによって簡単かどうかは決まっていてで簡単にしたいんだったらなんだ、まあ、徹底的にやり込むこれ以外ないですこれ以外の方法があるんだったら教えてくれと この前 FX のツール売ったんですけども、まあ,あ、対談してて、えっと、まあ、先月利益出ましたみたいなのを言ってたんですけど、まあ言ってたんですけど、そのツール、FX のツールですら難しいって言ってました、初心者の人は。だけど、多分経験者からするとめっちゃ簡単なんですよ。だけど、初心者からすると、その設定方法、MT4 とかね、入れたりとか、あとは EA をそのかますとかね、 どこにその設定するのかっていうのは初心者にとっては超難しいんですよ。でも経験者にとっては鼻くそですよね。もう設定するだけです。例えば、久保さんの仮想通貨。仮想通貨の取引をする。チャートを見る。エフェクのチャートを見る。簡単ですよね、多分。だけど、ある人にとっては怪しいとかね。難しいとかじゃないですか <laughs>。これ何の、何が違いなのかっていうと、徹底的にやり込んだ時間、圧倒的にそこにかけた時間があるかないかですよね。じゃ今の仕事簡単ですか 今の仕事,が仕事が簡単って言えるんだったら、それは何十年も出社してるからじゃないですか。今の仕事に緊張します出社するときに。今の仕事、会社に出社するときに緊張しないんだったら、それは何回も出社したからですよね。でも、一番最初、新入社員のときはめちゃくちゃ緊張したはずですよ。だけど今は緊張しなく出社できる。それは何でですか何回も出社したからですよね。これ以外ありますなんか <laughs>。 簡単に稼ぎたいんだったら簡単になるまでやれよって話ですね。いってらっしゃい。